3番乗り場から列車が発車します。ご注意ください。乗り場のご案内を申し上げます。13時12分発中津、行橋、小倉、折尾方面博多駅の特急列車ソニック32号は3番乗り場からの発車です。13時12分発中津、行橋、小倉、折尾方面博多駅の特急列車ソニック32号は3番乗り場からの発車です。博多方面ご利用のお客様、3番乗り場へお越しください。
は13時12分発特急ソニック32号日豊本線経由博多行きです。お客様に乗り場のご案内を申し上げます。13時12分発中津行橋小倉堀尾方面博多行きの特急列車ソニック32号は3番乗り場からの発車です。13時12分発中津行橋小倉堀尾方面博多行きの特急列車ソニック32号は3番乗り場からの発車です。またこの電車は乗車券のほかに特急券が必要となります。乗車券と特急券をあらかじめご購入いただきご乗車をお願いいたします。お願いいたします。列車は13時12分発特急ソニック32号日豊本線経由博多行きです。自由席は4号車から6号車です。指定席は1号車から3号車です。グリーン車は1号車です。特急ソニック32号日豊本線経由博多行きの博多までの停車駅は別府、三木、宇佐、柳ヶ浦、中津、宇野島、行橋、小倉、戸畑、黒崎、折尾、橋、博多です。
3番乗り場の列車は13時12分発特急ソニック32号日豊本線経由博多行きです。自由席は4号車から6号車です。指定席は1号車から3号車です。グリーン車は1号車です。特急ソニック32号日豊本線経由博多行きの博多までの停車駅は別府、木月、宇佐、柳ヶ浦、中津、宇野島、行橋、小倉、戸畑、黒崎、折尾、橋、博多です。まもなく3番乗り場に日豊本線13時12分発小倉経由博多駅の特急ソニック32号が発車をいたします。3番乗り場に日豊本線13時12分発小倉経由博多駅の特急ソニック32号が発車をいたします。ご利用のお客様、ただいま3番乗り場停車中の列車にご乗車ください。4番乗り場は13時21分発普通列車別府方面1日は2両編成です。JR 九州からのお願いです。エスカレーターを歩いたりされますと他のお客様との接触などにより転倒転落の恐れがあり大変危険です。エスカレーター4番乗り場13時21分発普通列車別府方面石行きの到着です。危険でしたら黄色い展示ブロックのこちらまで並んでお待ちください。今の列車は南東列車です32号日豊本線経由博多行き
行きが発車します。ドアにご注意ください。ただいま4番乗りは停車中の列車は日本本線13時21分発別府亀川方面普通列車の肘行きが停車中です。日本本線西大分東別府別府方面普通列車肘行きをご利用のお客様、ただいま4番乗りは停車中の列車にご乗車ください。まもなく2番乗りは到着の列車は日本本線13時21分発鶴崎高崎方面普通列車薄木行きが到着をいたします。まもなく2番乗りは到着の列車は日本本線13時21分発牧笠城鶴崎方面普通列車の薄木行きです。ご利用のお客様はまもなく2番乗りは到着の列車にご乗車ください。今通ります。大きい線、上り、右側、47番。
まもなく4番乗りがあり、日本本線13時21分発、別府亀川方面、普通列車の肘行きが発車をいたします。4番乗りは別府方面肘行き普通列車、まもなく発車をいたします。内側にお下がりください。この列車は回送列車となります。ご乗車になれません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。旧来本線上り13時27分発特急由布4号旧来本線経由博多行きは7番乗り場です。日豊本線下り
13時45分発普通列車鶴崎方面臼杵行きは2番乗り場です。旧大本線上り13時50分発普通列車湯布院行きは8番乗り場です。日豊本線上り13時50分発普通列車別府方面臼杵行きは5番乗り場です。日豊本線下り14時6分発特急日輪11号宮崎空港行きは4番乗り場です。3番乗り場の列車は回送列車です。3番乗り場の列車は回送列車です。ご注意ください。